내 마음을 스포! はい、始まりました。どうも、MSS プロジェクトでーす。イエーイ。まあ、今回はですね、ラインゲームの、ゲットリッチ。ゲットリッチ。ボード風ゲーム。お、ボード風ゲーム、うん、ボードゲームですから。ボードゲーム風アプリ。ボードゲームアプリ。ボードゲーム風アプリって言ってくれた方がまだいいから。あ、ほんとに、うん、ボード風ゲームアプリ、はい、うん、おかしいと思う。ゲームをやっていきましょう。はい。はい、私が FB 先生です。そしてボードゲーム界に現れた漆黒の多天使的存在、キックマックスです。アロマホット風です。エオエオ風ゲームです。マジか。はい、じゃあ早速やってみましょう。今回はテーマパークマップでいきましょう。はい。は？え？テーマパークマックって今言ったよな。マップって言ったよね、今。わかんないけど、キック早くしてくんないかな。そんなに驚くことでもなかった。ちょっと待って。はぁ、あ、そんなの。俺はここだ。いや、よくない反応の仕方だった。まず、順番を決めましょう。よし、はい、いや、どうだろう、わかんないわかんない。あー。アロマ1番。色がアロマが赤、はい、僕が、青、エオヨが緑、キックが黄色になります。はい、じゃあまずサイコロを振って、うん、ダブルって出る。あー、そっこい虫。ですね、もう一回サイコロを振るって。ドロメン出たらでしょ。そう。まだかよ。みんな医務室に行くな。みんな医務室に。医務室に泊まると、はい、ですね、まあ3回休憩か金を払って出る。なるほど。まあ、はい、よくないマップです、ね。買っちゃいまーす。買うなよ。最初に200万持ってまして、うん、その200万からその上下させていく。ああ、なるほどね。やりくりしてって。そう。で、まあ、俺も医務室だ。おい、4人中3人医務室ってどういうことだよ。いいね、お前ら。払うよ、金。3ターン動けないのマジできついからな。フェスティバル。俺も払います。はい、オッケー。で、これ色がマスそれぞれ違うけど、はい、そうですね、うん、こういう風に今止まった僕のマスは青いんですけども、うん、はい、青とかピンクとか赤とかあるじゃないですか。はいはいはい。このマス大体2つずつぐらいあると思うんですけども、うん、この2つのマスを2つとも買うと、うん、独占という状態になるんですよ、うん、はいはいはい。その状態だと、まあ相手がこのマスに止まると使用料を払わなくちゃいけないんだけども、うん、その使用料が、うん、2倍とかアップ、そう。だから、基本的にはこの2つのマップを取ることを、うん、考えていくといいかもね。はいはい、進むね。まあ今はこのアロマが持ってるマップ、ところを独占阻止したみたいな感じだよね。うん、なるほど。はい、ああ、このオレンジマスね。はいはい。で、最初のはどんどんもう買ってった方がいいから。うん。うん、オッケー。おあ、ダーツマス。おダーツだ。ダーツです。来ました。このダーツはですね、うん、お金をかけます。で、ホワイトかレッドか予想して、うん、当たればバイバイ。はい、ロット当たれば。いきなり、いきなり運ねえやつだな。カナピー、カナピーね、カナピーはそれ、カナピーよ、カナピー、もうほんとカナピーでですね、うん、勝利条件として、うん、うわー、止まるんかい、回収。いやこのカラー、うん、カラーの、うん、例えば赤と緑と青とか、うんうん、ダーツか3箇所のカラーを独占すると、うん、その時点で勝ちなの、うん、おー、なるほど、独占を3つするとその時点で勝ち。あとはですね、うわー、くそー、うまくいかないよ。ですね、なんかグラデーションかかった水色のマスと、あるね、赤のマスがあるじゃん、うんうん、赤のグラデー、またかよ。で、そこを4つとも全部取ると勝ちです。まあ、なかなかうまくいかない。土地買ってね、俺。あとはライン上のマスを全部、買うと、うん、その時点でも勝ち。これなんだっけ、一直線ってことな。そう、この3つは独占が違い、うん、はいはいはい、青い。まあ、基本的にはそうやってお金を増やしたり、うん、減らしたりしていくゲームになります。よし、そう、オッケー。まあ、今のところまたもう診察費が高いよね。まあ最後はどれだけ土地を買えるか。そうだね、調子悪いな。そう、最初肝心なんだよな。そうで、お金を払えばそのまあレベルの高い、土地にできるんだけども、最終的にアトラクションっていう土地になります。はいはいはい。それになると相手に買収されなくなる。使用料もめっちゃ高い。はいはい。俺もう3連続で行動してますよ。いいね、いいね、キック神の一手。4連続医務室だ、やっぱ。あ、医務室だ。なんで3回連続はね、医務室に強制連行されちゃう。なんで働きすぎなんだ、動きすぎなんだよ、動きすぎ。す
そう。最悪だってずっとダブルサイコロ出し続けるやつがいたらそいつ勝ちだから。まあそうだ ね。そういうやつがいてもいいじゃない。うん、アイテムを使ってきますね。お前何なんだよこの。ありがとう。え、買ったの？買った買った。ね、カードマスでアイテムをもらえるんで、うん、その、あの、アイテムを有効活用していくのが。こちら、そうですね。台風。オーケー、じゃあ台風を使用します。そうね、これはもう。どこを使用しようかな。今一番いけてんのは多分アクアだな。はーい、君ら台風ですから。はぁ。えそうか。そうなのか。あー、俺の。あー、もう買う。俺の数少ない土地がキックン今のところ何マス ?1,2,3,4 よーしゃーキックン結構買ってんな5マス買ってるただし俺今お金5万円しかありませんかちょっといい感じだね今いい感じだね波に乗ってるねそうね総資産的にアロも結構飛び抜けてるようん、まあ、まあまだわかんない、まあ、飛び抜けてなんぼだからな、まあ、おっしゃー入ってきたけど買収いやアルマに買われたり買ったりだよいやこの後半ラインのさイムスツー高いんだよざまくっそーオーケ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 ー8あダーツダーツだダーツんおいやなんでもないオーケーオーケーオーケー来た次はじゃあレッド20万でやったんだオーケーホワイトおぉもったいねーやっときゃよかったのにもったいねまあそうだけどまあまあでも勝ったり勝ったらいいよねですよすげえ俺で1位になりましたからねあゲートオッケーオッケーゲートゲートマスにつなげるマスはどこに行こうかなどこでもいいよ自分的にはちょっと迷うなここにしとこうあーそっち行っちゃうとりあえず7あーカード今のところみんな危ないあーもうわーいいね俺が助かるお前どんだけ動くんだよ OK OK 縦横無尽すぎるだろモノレールマスに止まるとね、うんモノレールでどこでも移動できるモノレールにもモノレールやったみんな行くねやばいわモノレールマスいいよねやられたワクワクしてくるわ、うん、やっべーヨヨさんはい土地売りますねあ、いよいよやばいぞ栄養さんやばいんじゃないですか早くも早くも現金がなくなった場合、うん自分の持ってる土地を売らなければいけませんなるほどねもう全然資金ないこれどこがいいんだろうピンクとかあーここだなさあ、栄養の総資産は23万ですもうやばいよあーやられたよし、ここ独占だうわーやるじゃんオッケーやっぱここら辺のマップは高いですからね使用量がここだあーこそこいつだイエーイあーやられたこれ高いぞ結構パワープレイパワープレイカードあゲートかゲートゲートどこ行こうかなまあここにしようよー戻ったん一応スタートに行きたいんだよねスタートに行くと収益があるからよしうわなかなか来てますねほらさあアロマ買収したけれどうわーしかもアロマのマスに止めちゃったくそー120万電子カード128万うわ128万いやこれは持っとこうまだ現ナマで払う2人でゲームしておりますしかも買う買われたーよしすげえあそこの間でこれきついなーアクション俺なんか動かす金もないからおフェスティバルフェスティバル来た会社できるよどこ行って会社するのじゃね、君の心の中かなフェスティバルして触んなここに止まったらお前らやばいからやばいじゃんそこうわあーお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 ーあーおーそこ高いぜ結構発送しますはいはいお母さんですお母さんお前を4位ですうわゲートかさあ参ったねこりゃ早くも破産者が出てきました、はいさあ、どうなるかな安っ安っやばい買っとくわやっぱ買いますよね安っそこ買うよねなんでここうるせえ俺ら大切に育ててんだようわうわありがとうございますうわいくらいくら212万うえさあ、キックンキックンやばいよこれポチッとなあ、やったよし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 うわやべえさあでもまだわかりませんよおっよかった自分のマスに止まったアトラクション建設アップアトラクションにしました
まあ、アトラクションにしたらやばいからね。やばいね。ああここでアロマ。よーい。お毒性だ。阻止した。あ毒阻止か。阻止。あフェスティバルマス止まっちゃったよ。やべえ。やべえ。悪夢の連続だ。ここ540、540、564マス。あぶねえ。マジかよ。観覧車どんだけだよ。まあ一番最後のマスですから。やっぱ使用量も半端なくたから。そうだね。観覧車が今のところ一番だね。30万しかない。あダーツ。ダーツもいいよもう。ホワイト。あれあ30になってなかった。おお。まあ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 。おお。レッド。レッドここでレッドにした。すげえ。アロマもまだ。160万でかいな。でめえだ。でかい。やるじゃねえか。おーゲート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 か、そうだ、どうしようかな、悩みどころだけども、こっちに一回戻ってできれば後ろのマスに止まりたい。よし、オッケー。わあそこ行く。おおマジかよ。でここでアトラクションを立てちゃいます。いや強いなここ。さあここやばいっすよ。あっキックの私もダーツの旅。おダーツの旅。ダーツの旅。30万でいきます。レッド頼む。基地改正の一発目。オッケー。もう一回レッド。大成功。マジで。次はホワイトなんだよ。違うんだ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 。もったいねえな。金ねえ。くっそー。違います。止まれやしかもよ。どっち行こう。こっちかな。おーし、オッケー。江上さん、現在の状況を見ていかが思いますか。なんで俺はこんなに早く加算をしたの。ちょうど今盛り上がり時期じゃん。まあ買うよね。買うよね。でしょ、もうお金もありますから今。いやこいつ強え。強いよそいつは。うわそこ止まってもな。自分のマス。まあでも俺そんなに土地は持ってないと思うんだけどな。ああでも。やった。うわやべ。うわやべ。よしよしよし、アロマやばい感じがするね。俺がだってアロマのマスに止まったらもう一気に逆転だ。おっしゃー、あーなんぼ。え、なに190万か。あーまた払うわ。まあまあ、でも全然余裕あるからしょうがない。まあけど、これでキックがちょっとね、資産、ね、増えたからもっといくかと思ったんだけどな。あぶねー。いや、いい勝負になってるよね、いい勝負になってる。一発逆転かと思った俺以外。あ、豪雨豪雨発生。うわ豪雨か。ね、観覧車をやってくれ。やばい、あれは観覧車、今一番やばい。564万で一番やばいわ。じゃあこれだな。そうだね、ここら辺やばいね、うん、ちなみに制限時間と、あのターン数も限りがあるんで気をつけてください。そうですね、今あと13分と、うん、ターン数が16ターン。うわー、おーし、危なかった。でもこれはでかい。俺が助けてるな。キックに助けられたわこれ。お前俺に感謝しろよ。ありがとう。うわ使用料2倍払わなくちゃいけない。おいいね。よっしゃー来てくれ頼む。俺のとこで払え。うちに来てくれ。うちに来ないか。どうかうちに。これはお互いほんと止まったらやばいね。おダブル来ましたね。あそしてそこを買う。うんやりよる。そして次はどこだ。おまたさらに変える。あお、ライン独占。やべえ。マジかよ。これキックやばいぞ。これ例えば、うん、次のマップ、うん、次のマスをキックに勝ったらもう勝ちですよ、キックの。次のマス？やべやべ。まあ止まることはできないけど。フェスティバルのすぐ左側。サイクルが2つだから、そうそうそう。うん、やべ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 。いけるぜ。おお、キックン勝利が見えてきた。まさか大逆転。まさか大逆転。さあ、ちょっとやばい、俺2倍なんだよ。さあ、エオラが見てるだけです。どうかうちに。よしよし、避けた。オッケーオッケーオッケー。これはね、金なくなった。まあ、総資産的には FB があるけどね。さっと回避し、そうだね。けどやっぱライン独占ができる。でもその先もキックのも地獄なんだよな。もう地獄だらけや。それやばいじゃん。あはっさー。マジか。キックン、はさん、やられた。さあ、あああ、やばい。よし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 。それは大したもんね。いや全然やばい、これ耐えれた。とりあえず耐えれるけど、もうやばい、これやばい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 。 FB やばい。オッケー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 。で、あうわ、ここでこれだもん。
で夜間営業が始まると賃料が2倍になります、うん、おお、うん、であのパレードのさ、うん、カーが動いてるの、あーこれ来たーこれで、カーあのに止まると、うん、そのいやあのマスに、うん、他のプレイヤーを、うん、ライン上にいる他のプレイヤー全員そのマスに引き寄せる、うん、そうするとあのなんとかな自分の止めたいマスに相手を止める、うん、させるっていう利点がある、ね、まあ全員分の資産が来るってこと、来るっていうか入ることになるでしょ、まあまあまあうまくやればね、うん、もうすごい一気にもうマス上のね土地が空っぽになっちゃった、もうやばいもんだって。さあここからは、さあここからあっ、おお自分のマスに乗った、おなかなかやばい、でも買いたいよな、無理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 、お金がないから、ね、そう金がないもんだって。9ここはちょっとゲートマスターだから、あ夜間営業、営業夜間営業、夜料金2倍、夜運営2倍、うぬー、これはもうやばい、おーっとでもまだ大丈夫、すごい場所のところに、どうしよう、あ買うのか買うのか、おんじょー、あった買いよったこいつ3万しかねー、あそっち行く、あーでもそう、俺もう決めてたからラインを、まあまあまあ19万だろ、やったーやったー、お金入ってきた、取ったり取られたりだ、取られたりだよ、金の圧力だ、うわー怖いよー、さあそっち行く、逆転はあるのか、さあゴールゴール、ゴールすごいぜ、ここに泊まったら終わりだからな、だって観覧車のさ、通行料1128万だからね、マジでやば、一発終了、何やっても多分もう防ぎようがないね、お、豪華を解除したな、自力でアトラクションになったからね、よしアドベンチャーランド、あ、やば、おお、でもまだ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 生き残る、あらましぶといなFB がジェットコースターに止まればわかんない、あの、ね、通行料は728万だ、そう、そこおお来て、それは大逆転だね、ファンタジーランドも買う、あ、買っちゃう、買っちゃう、うおとりあえずお互い様子見の状況だ、あーあーいける、さあ、まだわかりませんよ、おお、しぶとい、ここはどうする、どこにつなげる、こっちかな、まあそうだな、誰だってそうする、俺だってそうする、どうする、おお、アトラクションになっちゃう、そこはい、アトラクションにしました、水族館だって言っちゃいました、ピヨーン、やば、何もかも、あ、フェスティバル、あ、フェスティバル、おお、もしかして、どうする、もしかして、よし、おお、そこに全てをかけるぞ、これ2912万、うん、もう一発終了だこれはでも取り、マジか、トリプル独占まだですからね、あ、次か、そう、あと1マスぐらいでもうトリプル独占です、うわー、羽田に着いたらモノレール、モノレール、さあ、わっ、あっ、あっ、これ、え、これ僕天使カード、マジかよ、え、うわぁ、卑怯、くっそー、卑怯だなこいつ、そうだ、さっき取っておいたやつだ、そうです、僕ずっと取っておいたやつ、これマジかよ、止まるたびに考えて、これはまだ取る、これ即死級の攻撃感、お前やばい、いや今面白くない、今今のは一発でやられてほしかったよ ねまだわかんないだ、まだもうだってないでしょ、カードもうない、さすがにない、反対独占、独占、独占しすぎだろ、もうさあ、あーやばい、これさあ、アロマ、これいくろ、ごまぐらいても130万、あーまだまだ頑張るぞ、まだ頑張る、まだ頑張る、最後まで上がるからな、かけろ、ジェットコースターにかけろ頼む、ジェットコースター来てくれ、ジェットコースター、あくー、まあ、あれこれ俺勝ったんじゃないかな、あ、独占、トリプルトリプル独占をしたので僕の勝利となります。まあ最後はちょっとパワー感が、お前すごいな、なんか珍しいね、こんなに運がいいね、まあ確かに運良かったね、うん、やっぱみんなが結構止まってくれた中盤あたりで、そうね、そうね、
差がついたから。でもアロマも最後ね、なんとか粘ったんだけどね。天使かと思った俺終了だった。確かにね。すごかったね。いや今終わったと思ったのあの時ね。いや、いい戦いでした。はい、というわけですね。はい、ゲットリッチ、はい、いかがでしたか。いやもうね、さっき感想言いましたけどね。まあ、熱い戦いになったんじゃない。そうだね、うん、なかなかね、そう、逆転要素があるスゴロクゲームでいいよね。そうだね、確かに。そうそう、結構ね、いろんな要素があるんで、うん、できればね、やっぱ皆さん遊んでみてほしいですね、うん、ぜひやってみてください。奥はめっちゃ深い、はい、そうだね、うん、はい、というわけで今回はこんな感じで、はい、じゃあ全世界のみんな、バーイ、バイバーイ、バイバーイ。動画をご覧いただきありがとうございました。ですね、我々、ニコニコ動画と YouTube のチャンネルを持ってますので、ぜひ登録をお願いします。ですね、スマートフォンからご覧の皆様は、画面の下から。パソコンはこちら、こちらからお願いします。はい、ニコニコ動画はこちらの方からよろしくお願いします。よろしくお願いします。